ジェームズ・ギルレイによる、ホイック党のための弾頭台。右から順に、フォックス、ノース、エドマンドバーク、ケッペル死者ク、ストーモント死者ク。中央の共像は、ジョージ三世。フォックス・ノース連立内閣は、1783年に成立したグレートブリテン王国の内閣。名前が示す通り、チャールズ・ジェームズ・フォックスとノース教を支持する党派が、 連立して成立した内閣である。公式の首相は1783年4月2日に就任したポートランド公爵である。フォックスはホイック党出身でノースは名目上ではトーリー党に属したが、二人ともシェルバーン伯爵内閣に入閣せず野党になっていたため庶民員で手を組んで当閣した。国王ジョージ三世はフォックスノース連立内閣。 特にフォックスをひどく嫌い、ショーピットに、祖閣の対面を数度与えたが、その時点では祖閣できなかったため、ジョージ3世は、フォックスとノースの祖閣を阻止できず、パトロネージュを拒否するぐらいしかできなかった。内閣は1783年9月3日に、パリ条約を締結して、アメリカ独立戦争を正式に終結させた。さらにショーピットが、野党の一員として、 汚職と腐敗選挙区を対処するための選挙法改革案を提出した。この改革案は議会で却下されたが、閣内分裂を引き起こすこととなった。同時期にはイギリス東インド会社が財政問題を抱えており、フォックスは解決策として国有化を主張した。国有化を果たすことで政府は支持を維持するために任命できる官職が増えることとなる。 東インド法案は庶民院を通過したが、ジョージ三世は大反対のままであり、貴族院に対し賛成票を投じた貴族を敵とみなすと通告した。そして、法案が1783年12月17日に否決されると、ジョージ三世は即座に内閣を罷免、ショーピットによる第一次ピット内閣が成立することとなった。 フォックスとノースは罷免された後でも庶民院で闘争を続け、ショーピットの法案を否決することで辞任を迫ろうとしたが、ショーピットは辞任を拒否した。世論は西岸、バラ法人の議決、ロンドン大衆の行動を見るに、ショーピットを支持しており、1784年3月の総選挙では与党が対象した。太字は閣僚、それ以外は閣外大臣。 ありがとうございます。